アクスティ観光ツアー始まるよ、イエーイ、ゴー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 。ということで、ケツアゴイケメン男のパートで、進めてまいりたいと思います。前回までね、女子大生かっこ巨乳かっけんゴリラみたいな女性のね、姿を見ながらですねやっていったんですけれども、今回はですね、まあ、ケツアゴイケメン、もしかしたらバックザフューチャーの主人公だったかもしれないという男をですね調査しながら、気味が悪いなーなんて、女性が増えてきた、あれおかしいなーってなって、おかしい、たったらったらったったったんということで、まあいろいろとやっていこうというふうに思うんですけれども、まっすぐにね、こんなゾンビがね、たくさん向かってきている状況の中で、注目で、おーっと、女子大生、あれ、君はなぜジャケット着ているんだ、あれおかしい、まあ、ドゥー。立ち上がったら、ああ、なんとロンコートダディが後ろから来て回ってきて、それは違った、街はまだできて、ロンコートダディはまだできていない。ということで、ああ、行け、ということで、何が起きているのさ、何が起こっているかわからない。まあ、ショーに行けばなんとかわかるかもしれないなと思ったんだけど、ショーに行こうと思ったら、後ろからなんか突っ込んできた。バイブクレア、クレアレッドフィールド。さあ、やっていきますね。ということで、まあ、前回までは女子大生を使って観光ツアーガイドをやっていたんですけれども、まあ、それね、やっぱ、巨人の女子大生が今、谷間をね、ギュル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 してるとかしてますけれども、まあ、それを目当てにね、たくさんの方々に、ね、ご視聴いただいて、ね、安心安全なツアーをお届けしてかなというところだったんですけど、今回からは、まあ、21歳新米警官の、レオン・S・ケネディ君がですね、はい。担当ということで、ツアーガイドを再びやっていきたいというふうに思います。で、ツアーガイドなんですけれども、まあ、以前にね、紹介したところっていうところは、まあ、極力ね、省略をしていって、そこはだんだんと普通にね、まあ、クリアの方に向けて、話を進めていきたいなというふうに思っている次第でございます。とはいえ、紹介していない部分があったりとか、あともう一つね、前もこれ、クリア編の最後の方で、つながってたんです。なぜか彼に何があったのかさっぱりわからないけど、もうすでに怪我をして服がビリビリに破れている状態なんだけど、まあそこはちょっと許してくださいということで、はい、すいませんね、本当に。でさ、一個気になるんだよ、ここなんだよ、すっげえ気になるの。ここって確かさ、あれだよね、カルロスがさ、あそこで黒丸小芸者先輩とさ、頭を貫かれたり、なぜか生きている、元スターズ隊員がさ、ここバーンバーンってやってるときに、カルロスがここぶち破ってさ、陰謀もじゃもじゃ男ね、ぶち破ってさ、こう、走りに行ったところなのにさ、またここ塞がれてんだよねっていうね、時系列考えたらここ、後で塞がれたはずなのになぜかまた塞がってんだよねっていうね、もしかしたら車の攻撃者先輩が改めて塞いだのかもしれないけどね、だとしたらそこだけじゃないだろ、塞ぐところって。で、両方から塞がってるわ、とかバクバクにやってたってことでしょ、もういろいろとないかもね、なんか、で、こいつは、あれなのかな、よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし、オッケー、足ちぎっときゃ、しょー。そう、なんだよね。だから、いろいろと突っ込みどころがあるんだけど、まあまあ、もうそこもあんまり突っ込みすぎるとね、大変なことになっちゃうから、まあまあまあ、もう、容赦して死んでよってことで、なぜかね、グリーン、あれ、これ、ちょっと待って、グリーンハーブってそもそもあんのか。ああ、ありがとう、ありがとう。グリーンハーブって、そもそもここに入ってるのか、まあ、よくわかんないけど、ちょっとここね、皆さんにご紹介したいなという気はするんだけど、よいしょ、ああ、やばい、ちぎれなかった、ああ、頭がちぎれちゃった、みんなにね、紹介したいなと思うんですけど、紹介する前にね、ちょっとね、たくさんのね、心配事があるから、ちょっと紹介する前に、その前に、青春は爆発じゃーおいおいって言ってるけど、弾が切れたね、警官。なぜね、12発入るはずの弾がね、確かに、撃ってたのは1発か2発だって、ね、今そっちへ行く。あれ、レオン、なんであなた、そのところで怪我してるの。でも、ツアーガイドとはっていうくらい、もう、全くもって喋ってる言葉がね、右から左に繋がらずにね、もう、適当にしゃ今、思いついてる言葉を、ベラ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 喋ってるだけっていう状態でね、レオン、ちゃんとついてこれてますかね。私たち、いつもこんな感じで、これてない感じで、大丈夫か。おそらくついては来てないんだろう。ついてこれてない。急に現れてない。ええ。かもしれないですけどね。まあ、そんなこと見ながらね、まあ、やっぱり男性のね、ツアーガイドで、ってがっかりされたところかもしれないですけど、しっかりと目を追って。でも、あえてよかった。お前も上どこやったんだ、あれ、さっきまでジャケット着てたよね、誰にやったんだ。飛んだ夜ね。うん、っていう状態なんですけどね。君の兄さんは、まあ、君の兄さんはということで、それなんだけど。それなんだけど、何を言うことしてる、実はね、人間だったはずなのにね、ゴリラになっちゃったのって、まあ、もう、全世界がね、ゴリラだって、全世界がゴリラって言いましたけど、全人類がね、ゴリラだってことをちゃんと理解した上で、俺はいいから、そんなことは分かりきってる、安全な場所へ行くんだ。そんなこと言いながら、たくさんの、たくさんの、フェンスが持たない、観光ツアーガイドに参加したいよっていう方々、こちらの方に向かってきてしまっているという状況でございますので、まあ、とりあえず、全力を死んでようということで、まあ、とりあえず安心安全のお届けするための武器を手に入れてから向かっていきやしょ、わー、近づいてきてる、こっちも近づいてきてる、よいしょー、なんかスピリハイズってるやつがおる、
こっちの方に近寄ってきてみるかな、関係なかったね。はい、まあということでここの中庭を早速紹介していこうかなというふうに思っているんですけれども、まあとりあえずあのここをカッチャーンと開けて、はい、フルオープンセサミー、あばいわー。でこっちの方でダルトが当たると、これはコルトパイツンってことですね。 M19 ってコルトパイツンです。ボスだボーイ。はい、彼が、ね、まあ、あの、上の方でね、あの、あれ、そこ、ここ時系列おかしくねって言ってたところからですけど、その時系列おかしくねの、あの、ポスターの、男になってるということでございます。男になってるってどういうことだ。で、これで、さあ、服を置き替えて、これで準備、万端じゃない、全然万端じゃないじゃねえか。怪我したまんまやないか。え、どういう状況。え、こんな形で袖を通すとは。こっちの方に、あー、なんだ。ということで、まあ、やっぱりね、安心安全なね、お届けをしたいということで、まずはこれは欠かせないということで、これとこれは持っていかなきゃいけないから、これとこれはいらない、これもいらないということで、コンバットナイフ、まあ、理論上半永久、理論、ああ、そうか、そうだね、理論上半永久的に可能っていうのは、そういう意味でね、あ、オッケー、要は、あいつに預けちゃうと無理だよね。これなんかすごい、え、あれか、ごめん、あ、ごめん。これはなんか、線を這わせているという状態なのかな、なんか、すごい、なんか、どちらかというと絵に描かれているような状態の感じがするけどね。で、エイプリルフールとか言ったけどね、アプリトデイって言うね、で、なお、オクトーバー、で、マンデイオクトーバー、あー、なるほどね、来月の10月27日、あ、じゃあ97年、え、じゃあ去年じゃねえか、これ。あー、なるほど、ハイアリングセミナージョブフェアってことだったんで、スターズにみんな入ってみないか、ジョブアワーチームってブラッド・ビッカーって書いてあるんだけど、ね、こいつにだけは憧れて入らない方がいいよって思う。またで足元の攻撃、いないね、大丈夫。ということでさ、早速なんだけど、こっちの方に向いてきて、こっちに行ったとってさ、急になんかあの死体がさ、俺もゾンビになってるんでやんすーって蘇ってきたりとかしなかった。あっちの方に飛んでんな、これ、ブーン。あ、なんか今、なんか、なんだかすごい、むすごい勢いで飛んでたけど、大丈夫。まあ、これで向こうに行ったら多分おそらく焦げてんだろうなって。で、ここの方になんかいろいろとね、なんかすごい雑な感じでお墓が建てられてる感じなんだけど、まあ仕方ないよりも緊急時にお墓を建ててもらえるときありがたいと思いなさいよって感じなんだけどね。まあ、ところでグリーンハーブどこっていう。グリーンハーブないに、レッドハーブとね、あのブルーハーブだけが置かれているという、ちょっと謎の状況なんだけど、うわ、これはちょっと雑すぎるな。一つのお墓に二人入れられてるということで、非常にかわいそうなんですね。まあ、まあ、ここら辺のね、なんかいろいろとね、この中のにお水溜めてキャッキャをパチャンパチャンとかってやったりとかしたらあれなのかもしれないけど。はい。ということで、こっちの方に向かっていきましょう。まあ、前半はね、あまり、ね、紹介するところがないかもしれないけどね。ということで、こっちの方にチラッと覗いてみると、すでに焦げてるー。焦げてるってことで、お前はなぜ焦げているか。あー、相変わらずのやっぱりね、爆風に巻き込まれた頭焦げ壊れなんか二人ガッチャンコしてるぞ。出してあげるよ。ところで君だけなぜそこから動いていないんだ。あれ、女ゴリラ、ゴリラ全然こっち気づいてくんないね。これタッチしたら気づく。うわー、気づきたい。早いわ、超気づく。あー、でもやっぱ首噛まれてんな、こいつな、かわいそう。じゃあさっさと安楽死してあげましょう。今見えてくるね。で、これがおそらくゴミ箱でね。で、右に燃えるゴミ、左に燃えないゴミみたいなのを設置するとか、そういうノリなんだろうな。はい。これ上から行っても下から行ってもいけるんだろうね、多分ね。それでもね。まあでも多分上の方に行くと、なんかいろいろ変態野郎がいっぱい待ち受けてるかもしれないので、アタボを整理する。で、いらないアイテムは、ここで、よいしょ。出ましょう。ドゥンドゥンしてるよ、ドゥンドゥン。で、こっちを開ける。想像してた初日と違うね。もともと開いてたっけ？そうなんですね。これね、なぜかね。使えらないで済むっていう感じなんですかね、うん、まあいいや。で、ここを拾っておいて、ここにもハンドガンは あったね。あ、じゃあ大型拳銃のためにまあいいや、拾っておいて、拾いすぎてなくなってるかもしれない。これも乱暴に入店してくるやつはやっぱりもうピュッピュッピュッさせなあかんからな。はい、ハンドしといて、あれ、生きてる、てかすでに開いてる。あれ、ここ開いてるんだっけ、元から。まあいいや。こいつは起き上がってきた。あ、起き上がってきたー。相変わらずの10時32分で閉じたわ。失礼です。こっち来れたりする？こっち来る？来ないね。実は同僚なんですっていうことを言えたり言えなかったりするかもしれない。首の位置おかしくないのかいつ。首生えてないぞ。完全に肩にもう顔がくっついてるみたいな作りになってるけど、これちなみにここら辺の爆発、ああ、やっぱ壁の向こう側は爆発しないんで、ね、
なるほどね。あー、ほらほらほら、おかしくない？首くっついて、首の位置がさ、おかしいんだよね。まあ、ヨーダみたいになってるけど。ヨーダもしくはあのゴジラの仮面に出てくるさ、あのもうあ足に直接 顔がくっついてる系巨人みたいになっちゃってるけど、ほらねえ、 RPD とああいうもんなんですかね。まあじゃあ仕方がないからとりあえず、はい、これで安らかな眠りを得ましたね。で掲示板がさ、ああやってさポコポコってなんかほら研究所の方のさやつをさ、ねえなんだっけ、ほら白黄色緑、白、白、白かっていう状態になってた。あ、めっちゃ燃えてるわ。こっちもいるのかな。こっちも先に行けるんだね。先に行けるというか、先に燃やせるんだね。うん。まあ、とりあえず爆発して。これでも爆発してさ、一緒爆発ジャーナルやってる状態だから、燃え散らかすのかな。燃えピピピとかなのかな。これ、もうちょっと時間が経ったら、燃えて広がり具はなくなるのかな。どっかの正広がり具。言い回しになってるけど、これはでもこれ今来たとこ取って仕方がないもんね。で、奇妙な赤い石で、これを拾っといて、そうなんですよ、ここね、どうせねまた後で上の方からねパリーンって割れてくるから、これもこっち今のうちパリーンって、これなんかいろいろ攻撃落ちてきてるけど大丈夫、これ実は落ちてきてるのもうついにリッカーのねえ、ペロリーナパイセンの、あれかもしれない。これずっと燃えてんのかな？ずっと燃えてたら嫌だな。なんか気づいたらさ、燃えて終わっちゃいましたみたいな状態になって、燃えて警察署なくなってカーンみたいな感じになっちゃったよね。ちなみにあのヘリコプターに乗ってる人たちはね、知らない間に消えたりとかしてるから、そこら辺、あと、恐怖だよね。そしてこっちの方で、ここカチャコンと開けていくのは正解なんだけど、ここ入ったらいきなりいるとかね、そんな恐怖はない。あー、同僚が立ってる。いや、ここでも同僚が立ってる。同僚、あー、出た、お花なしんこじゃない。これ、こいつあれだよね、コンビくん、こっち見てるけど、全然興味ないんだけど。あ、じゃあ、こっちも興味ないからいいんだけど。パリーン、パリーン、こっちって言うけ。お前もかい。お前も花なしんこちゃうじゃねえ。え、大型拳銃。あ、はいはい。大型拳銃ダメじゃん。あ、割れたっけ、どっち待て、黄色い手がピロピロしてる。んで、まあそんなことはいいけど、あっちの方にも確かいるんじゃないか。その前にちょっとアイテムあって、これがすっげえ気になるんだけど、こういったでもあれなんだよね。そうだよね、無弱系になっちゃってるんだよね。これあれですよ、表編で最初にゾンビになって襲いかかってくるんですね。まあ、最初じゃないんだけど、実際は。あー、出た、そうだ、裏編はこうなってるんだった。一体どうなってるのかちょっとわかんないんだよな。で、こっちの方に進んでいこうとすると、確かゾンちゃんが、わー。わー、あれ？わ、あれ？全然いないぞ、わー。わーが全然いないわー。やらないわー。これで拾って、よし、オッケー。で、こっちの方に進んでいく。とりあえず、やっぱちゃうね。さっきの掲示板はさ、ここ、2枚あって、で、2枚とも、綺麗な状態で保存されていたっていう感じだったけど、2枚ともあれだね。あ、違う違う、1枚引き裂かれて3枚もそもそも貼り付いてるっていう状態だから、まあ、使い回しになってないという状態だったんで、まあ、そこは、評価できるポイントではなかろうかっていうことですね。はい。で、銃を引き預けない。これとこれを組み合わせて、これは、よー、ほい。で、こっちに入ってるパッチャン、このパッチャン。で、拾って、拾って、ああ、評価入ってね。ああ、ありがとうございます。で、こっちの方は、なっちゃん！あ、じゃ、ここにあるの？あ、そうか。電子部品拾って、じゃ、こっち包んでいきましょう。まあ、やっぱ多少ね、クリアとね、詰め方は違うっていうのは、それは当たり前だよねって感じでしたね。で、こっちにダーツ。この本来は銃とかでパコパコって突くと、なんか、あれ？もともとこれ、下にあったっけ？あ、あんのか。刺さる位置が勝手に変わっちゃったのかななんて思ったりかもしれないけど、そういうことではなかろう、なさそうだね。うん。どこにでもあるシルクアウト。これ多分ね、3階のね、図書室じゃない、なんか備品倉庫室だっけ？なんかのところにある、シルクハットと同じような感じがするので、このどこにでもあるね、どこにでもある扇風機とかね、うん、この、建設用の帽子とか、なんか建設用の帽子にもさ、何年までしか使っちゃいけませんみたいな、なんかそういう構造上の仕様があるみたいですね。はい。という、まあ話をしながら、とりあえず警察署の、まあ、ロビーにだけ進む。これでも、いないんだよね。
これあれ戻ってくるときに現れてくるかな。そんなところっすよね。じゃあちょっとこっちの方を行ったり来たり何回も往復するのも大変なんで、とりあえず拾えるアイテムを先にポーって拾って、で預けれるものを預けちゃいましょうという状態を作っておこう。でこっちちなみに行ったらさ、あーやばい、やっちまったな。うん、と踏ん詰まりをしていたところ、ロケットランチを放ってしまったことによって、ちょっとこっち進んでいったら、今なんか走ってこなかった、気のせい、あとで動画見返してみよう、踏んでなんか走っていった気がしたんだけど、気のせいだったかな。そんなことも言いながらも、こっちいるの、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 そっちいない、いないね、残念でした。まさかここなぜかロック閉まってるはずなのに行けるようになってる、なんかちょっと不届き者とかがいるんだ。そういえばなんでお前そっち行けてんのみたいな状態だったよね、確かね。で、これ拾って、で、こっちの方進んでって、でもそんなあれだね、うん、で、こう散らかしといて、まあ、ここら辺に関してはね、特にね、本当にね、もうツアーガイドするまでもなく、もう何回もね、クレア編の方で皆さんにご紹介をしてきたパートになるから、そこら辺は大して言うこともないかなということで、まあ、とりあえずセーブはしたいんだけど、残念ながらね、もうすでにね、ここでいろいろとね、はい、見ると大変なことになってるんですよ。あれ大変なことになってんすよって言いたかったのに、全然大変なことになってなさそう。あれ、あそこにまず1匹いるね。1匹目、あ、2匹目。あれ ?3 匹目は?あ、3匹目もいたね。じゃあ、まず1匹目は、あれで動かない。動かない。ね。じゃあ、飛んで。で、あの PC を見るかどうかっていうのが、おい、その叫んだらバレるっちゅうの。全然バレてないね。全然動きないね。あれ?あ、ここあれなのか、ないのか。そっか。気づいちゃったね。気づいちゃった、気づいちゃった。わーい、わーい。あ、来てるね、来てるね。あ、これこっち気づいてる。ねえ、もう、黒丸小林先輩もね、同僚なのかどうかっていうのをね、把握しないままにね、こっち来てるからね、レオンちゃんに関しては。これこっち行く、来ないのか。なんならむしろこっちのが、こいつのテリトリーな感じするけどな。来てる、来てる。あ、目と目が合う瞬間好き。こっち来る、普通に来るんだ。美しいから、はい、今回も電気マッサージとかそんな優しい、生優しいことなんかしないですよ。うん、そうで、ちょっと待って、あ、普通にセーブポイントあるもんやと思ってたけど、セーブポイントなかったね、普通にね、うん、どうしようかな。じゃあもうちょっとだけ進めていこうか。え、なんだ、破れた手紙。なぜか、こいつだけ優しい。羊が、なんだっけ、これ、ハープを弾いて、小鳥になっちゃいましたっていうね、謎の仕様になってるっていうね。どうしよう。でも、ライオンは全くわかんないもんな。ライオンはだってさ、ライオンは、ほら、もう全くもってわかんない状態になってる。まあ、これ多分、だからあれだよね。なんだっけ、写真を拾って、やらなきゃいけないみたいな状態だった。なかったっけな、だから小さいヘビがいたけど、王冠ヘビ、これ一緒にやったらなんか当たったりした無理だった、残念でした。どうしようかな。セーブポイントまたじゃあ買っていく。まあ第1パートだからね、まあ第1パートくらいちょっと長めに楽しんでもいいかもしれないね。ただそれよりもね、アイテムをどっかに片したくて仕方がないっていうね。あ、これ、これぐらい、これ。これあれだよ、さっきのその西側だっけ?え、これ、ちょっと西側だっけ?東側だっけ?違う。あ、そう、この東側オフィスのさ、この警備室あたりの前にあったさ、あれだよ。に似てるやつだよ。似てるというか一緒のやつ。これよく見たらこいつも一緒だな。ガラスケースに収まってるか収まってないかの差かな。もう、この時点であれだね、結構。人が見て取れるっていう状態だな。向こう側に、ヒューで、これで多分焦げてるはずです。よいしょ。で、こいつと、で、うわー、なんかすごい外が燃えてる。で、これ思った状態でまた廊下行きたかったけどね。あれ?あ、行った。
なんだなんだなんだかんだと言われたら、あれこっちにいるんだっけ、違うよ、裏辺は確かこいつがゾンビになるなんてことはないんだけど、こっちの方でも待機してる。お疲れ様。焦げて仕方がない。でしかもね、これ確かに、ね、まあまあな鬼畜仕様で、奥の方に行くとゾンビがすでに待ってるんじゃなかったっけ。ここいないな。だからゾンビもいるのにリッチャーも出てくるから、そうペロリのパイセンも出てくるから、走りたいけど走れないみたいな。あ、どうでもなかった。じゃあくっか。くっそ、ここいるんだ。こないださ、クレア表編やったときに、気づいたらゾンビが目の前にいるっていう状態があって、くっそビビり散らかしたって。それが確かパート1じゃない、パート2か3か、なんかそこら辺だった記憶があるんだけど、うん、っていうようなことがあったからね。ここら辺でアーカイブは特に拾えるものはないのかな。よし。で、ここチョッキーな先輩したら、もう、そろそろセーブできるポイントが近づいてきてるという状態で、セーブできるポイントが近づいてきてるから、もうそこでセーブしちゃって終わりでいいかな。はい。よし。トッピー、東側通路。で、ここ開けたはいいんだ。あ、M だったのか。V はあれだな。どれだ？うん。あれなんですよ。なんだっけ。あいちゃい。バイオRE4 の。よし、で、こいつも行って、で、ここ開けると、右側で、スナック菓子大好き、スナさんが、全然あれだね。気づいた。あ、気づいた。やっぱスナック菓子よりも、人肉の方が食べたくて仕方がないんだな。うん。じゃあ、スナさんからジンさんに変えてあげよう。ではね、安心安全をお届けしたいからね。もう、早々にね、早めにね。で、あ、お前入ってくんのか。ここでもあったりしてたら、どうなんだろう。開けてくんのかな。開けてくるというか。ここもね、あれいない。そもそも、ああ、いた。そもそも、でもそんなとこに、そういうわけじゃないよ。たまたま吹っ込んだ。わお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 、ごめん。ストレートに謝る。ごめん。よし、じゃあごめんなさい、ガイドらしいガイドをちょっとできてないんだけど、まあいろいろとね、まあまずはちょっと安全安心確保をするところまでが、まあ第一ミッションになるかなというところだったんで、一旦こんな感じでパート1を、粛々と進めさせていただきましたということですね。進んで持ってましぇん。はい、ということですんで、一旦ね、この辺りでね、パートを区切らせていただきたいというふうに思います。ということで、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回のツアーガイドでお会いいたしましょう。ストロボ写真、イエーイ。ではまた、バイバイ。